皆さん、こんにちは。耳かきしてあげるのコーナーです。今日は私、ベリアルがあなたのお耳をお掃除します。ゆっくりしていってください。お休みのところ、申し訳ありません。吐いてもよろしいでしょうか。失礼します。実は、キッ様の様子を見ていて、少し気になっていたことがあったのです。ずっと見ていたわけではないんですよ。たまに、ちらっと。気になってしまったので、今日はよくお耳を気になさっていらっしゃいましたよね。片足でトントンと飛んでいる姿もお見かけしましたし。ですので、よければ私がキッ様の耳を掃除してもよろしいでしょうか。耳掃除の道具は私の方でご用意しましたので。さあさあ、どうぞこちらに。私の膝の上に、どうぞ。その、よろしく。お願いします。あれ、挨拶をするのはおかしいでしょうか。でも、いきなりだと驚いてしまうと思ったので。それじゃ、始めますね。少し奥に入れても大丈夫でしょうか。聞いてからでないと痛くないか心配で。大丈夫でしたか。よかったです。では、もう少し奥を掃除させていただき。していたのではないですか。
片方の耳は綺麗になったと思います。では顔を上げてください。反対側もお掃除しますね。できると思います。お任せください。絶対キッ様のお耳をきれいにしてみせます。動かないでくださいね。逆に緊張して動いちゃいそうですか？でしたら、ちょっとぐらいなら動いても大丈夫です。なんて。なんだかおかしくなってしまいました。あと少しですから。こちらも綺麗になりましたよ。最後にこの梵天でそっと撫でればすっきりすると思います。私はこの梵天好きなんですけれど、はい、これでお耳は両方きれいになりました。お疲れ様でした。本当ですか？お耳に違和感などあったりしませんか？よかったです。やはり誰かに耳かきしてもらうと普段は届かない箇所もお掃除することができて気持ちいいですよね。いかがでしたでしょうか？疲れた時はまた聞きに来てください。以上、耳かきしてあげるでした。Yeah!